1番、2番、3番、4番、6番、5番の並びです。スタートしました。1号艇、2号艇、3号艇、内寄りの艇が好スタートで出ていきました。1周の1マーク、インから回るのは1号艇の高田光、3号艇の矢野がまくっていって、その内空いたところ、4号艇の浜田が飛び込んでいます。4号艇の浜田が先頭リード。スタートは前提正常でした。4号艇の浜田トップに立って、追いかける1号艇の高田、その内側に6号艇の福島、さらには2番3番と追いかけます。まずは4号艇の浜田がトップで旋回し、内を狙って1号艇の高田ですが、これは大きく離されました。先頭抜け出した4号艇の浜田アリサです。不連勝でしたね。はい、ラッキーでした。はい、はい、前半は失敗しちゃったというところでしたけど、はい、その反省が、うんうん、はい、生きてると思います。はい、はい、回転をしっかり合わせた。そうですね、はい、はい、で、良くなった部分というのはこの操縦性ですか。そうですね、はい、初動が止まるようになりました、うん、はい、はい、明日もね、よろしくお願いします。はい、では最後にファンの皆さんと姫ちゃんにもどうぞ、はい、明日もよろしくお願いします。姫ちゃん、お待ちください。